はい、6月4日、昼の1時半。久しぶりに、2週間ぶりぐらいだっけな。始めようと思います。なんだっけ。前1時間ぐらいやって、過去編アリーノで、なんか敵のアジトっぽい、あのおばあさんのアジトっぽいところに来たっていう途中ですね。ちょっとチェックポイントからやり直してみよう。そうだった、マイコン量ちょっと下げようと思ってたのに。ムービーやってくれるかと思ったらやってくんなかったね。なんだっけ、なんか上に行くみたいな。あれ？ちょっと、操作。サリー！サリー！操作が。罰が罰でアクション。上行くんだよね。あ、あった。わかりやすい感じにさ。登るところあるけど、あ、まあでもそれは登るとこあるか。もう少しだ。もう少しだ。登るとこないと修理とかできないもんね。あ、そこが引っかかってんのね。さすがイボ。行くぞ。ゆっくりな。あ、結構。え、いける、サリー。私どうすんの？こっちから行く。おおおおおお。これ下行ったら落ちますからね。皆さん注意してください。ネズミいます。ネズミいます。どうします？あ、一体ここは何だ？何でしょうね。こっちでいいの？違うっぽい。カメラアングル変わってくんない？こっちね。え、まさかと思うけど、左上に行ったりしないよね。まさかとは思いますけど。じゃあ、まさかと思いますけど、ジャンプしましょう。はい。いやー、まさかでした。怖いよ。伏せろ。伏せろ。食った方がいい？何考えてんだ。あ、ごめん。やらない方がよかった。弾が無駄にやりましたよ。16発で。16発しかないんですよ。しかもなんかサイレンサーがどうとかって言ってさ、敵の弾取らしてくれないっていう。わお、わお。登るには罰を押す。何を登るんですか。ああ、なるほど。すごい、サリー見てる。サリーめっちゃ見てる。おい、マーローの車だ。どこどこどこ。あれか。ここからは武器はなしだ。はーい。オッケー。ふっ。いや、これ。おう、おう。今の空中ジャンプしたっしょ。私は見逃さなかったよ。ふっ。あ、やっと地上ですよ。はい。おいおい、道を間違えたんじゃないか。キングズクロス駅かな。動くな。はい、ステルスです。コキ。よくやった、なネイト。さすがだ。
とアイテムがあるかもしれないから一旦戻ります。あれ銃だっけ、アイテムない、そんなバカな、ないっぽいんだが、うわーなんだ、蒸気機関か、噛んだ、蒸気機関車、わけのわからん場所だな、なんだろうね、こんなとこ見たことねえ、駅か何かそんな場所だな、うん、だが200年近くは経ってるな、ふんふんふん、ちんぷんかんぷんだな、おいでもなんかこういう雰囲気の駅ってなんかこういいね、レトロ感、ほんと敵いない？ヘローさやかちゃん、ヘロー、ねえ、なんかこれこれなんかゼルダの伝説で見たことあるトワプリに出てた、あ、でも後ろこの四足歩行ではなかったけど、確か鳥みたいな感じだった、なんだろう、でも行き止まりだよ、でもね、やたらね、こう箱がいっぱいあるのを見ると、銃撃戦ありそうだなってね。まあ思ってしまうよね。あ、あんなとこに穴があった。はい。音を立てずにやるぞ。やるぞ。いいぞ、坊主たち。お褒めの言葉をいただきました、行くぞ、こっちに違いない、なんだこりゃ、ん、すげえ石造りだ、16世紀チューダー様式だ、頭痛大丈夫、大丈夫、多分、チューダー様式、すごいね、これ石か、石って言ってもああいうああいう複雑な作りをしたのってどうやって作るんだろう、熱かなんかでこう、あ、熱じゃ動かんか、うん、なんだ、何、気持ち悪くてゾクゾクしてきちゃったぞサリー大丈夫？ちょいちょい明かりあるけど、静かにな、ネイト、電力はどうなってんだろう、なんか綺麗になってきた、おい、こっちだ、何これ、部族の何かに見える、3は操作変わった、変わってはないかな、操作って操作感、ボタンは変わってないよ、なあさ、一体奴ら何者なんだ、言い訳はやめておきなさい、あの男は危険、見くびらないことよ、しかしいかんながら、ねえ、何がいかん、うんざりだわ、あなたのせいで全て台無しになるところだったのよ、あ、バレちゃう瞬間です、姉さん封印された謎、ついに
ドレイクの秘密が明らかになる。あ、入らない。これはどういうこと？どうされましたか？これは偽物。まさか。ありえません。この目で確認しています。本物のはずです。あら、そう。確かにこの展示で、奴が首にかけてた指輪を、本当ですか？騙されたのよ。勝った。そうね。何も知らないぞ。あなたたちは警戒を怠らずに。つけられたかもしれない。そこ、私と来なさい。彼らを探し出して指輪を手に入れる。手段は問わないわ。いや、丸見えだと思うんですけどね。え、わかんない。何それ。ネイト？ネイト、わかんない。私、それ。スティックと、カバーを飛び越える。あー、丸ボタンなの？おお。今の音気になんない？謎のサイン、わら。謎のサイン。え、サリーめっちゃ普通に歩いてるんだが。これ裏にある組織は相当でかいな。見ろよこれ。何何？おい、ネイト、集中しろ。時間がないんだぞ。え、そうか。そう、置いてっちゃったの？だから時間。おい、なんだかわかるか？本だ。図書館なんだからたくさんある。偉そうに言うが、ただの本じゃない。 T ・ロレンスだぞ。アラビアのロレンスだ。わかってるさ。バイク事故を起こした日にドーセットから送られてる。35年5月13日。奴らこれを奪って彼を殺したんだ。奴ら？ああ、そう、奴らだ。正体は知らないけどな。そんなくだらないデタラメを。あれは事故だったんだ。黒い車が彼を引いたって証言もあった。お前ら。じゃあ、裏工作か？かもな。ネイト。何？お前が20年間待ち望んでたものは。そうだ。それ持ってっちゃダメなのかな。よし、行くぞ。エイル。O。H。D。N。どうした？トアの謎。なんだと？トアってふざけてんのか？悪いが、あんたの先祖はとんだクソ野郎だ。黙ってろ。アナグラムだよ。アナグラム苦手。ゴールデンハインド。はい。ゴールデンハインド号。ドレイクの船。あ、ヒントだ。この部屋に隠されてるものだ。広がって探してくれ。え、そ、ね、その指輪ちゃんと持っとき。何を探せばいいんだ。大丈夫？剥製か、それか絵かもな。持ったっぽい。なんでここにあるって思うんだ。絶対にここだ。バックランドアビーにあるかもしれねえぜ。何？あの顔？バックランドアビーだ。わからないならいい。ドレイクの船の木材で作られた椅子がある。そこかもな。ああ、そうかもしれないが、いや、絶対にここだ。船の模型？模型じゃないか。
その船から取った信じられない顔の部分。ここは宝の山だ。ネイト、もたもたしている暇はない。奴らが戻ってくるぞ。さっさと見つけよう。おう椅子なんもないよ。顔の部分とかそういうわけではなくて、なんか出るかな。これ拷問器具じゃん。拷問？拷問ではない。もう人殺すよあれ。何も反応しないね。ああ、アイアンメイデンか。すごい。右のページの右から2番目の口。あ、このページまでだ。うまいねー。あの顔を探すってわけではなく、下の英語がわかんない。シックパリビスマグナ。サリー、わかんないよ。上とかは違うよね。三角とかイベントとか、三角とかイベントとか、あ、ヒントあったぞ。あー、上でした。どこだ。そこ、ドレイクの船の飾りだ。どうするの、どうする、どうやって取る。ちょっと待ってね。上からここまでジャンプできんのかな。上どうやって行くの。階段あったっけ。ん、あの人たちは一体どうやって上に行ったの。そこの扉、違うわ。どうすんの、どうすんの。この椅子使おう。あ、らしいとこ来ましたよ。ちょっと、ちゃんと登って。なんで降りるし。奴らだ、隠れろ。
あ、出てきた。こんな状況で見ます。ちょっと。でもね、私弾ないんだよ。弾が足りない。うん。奪っていい？あ、もういっぱいこれ。こっからで、出ていいの？ほい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 。おっと、またが変なのいるよ。わかった、ここから出るしかねえぞ。あー、見えないね。なんか霧がかってるし。出口に着くはずだ。なんか音が違うじゃん。ないっしょ、もっといたよ。ねえねえねえ、アッパー。くそ、そこら中にいる。うん、あの赤いの嫌なんですけど。なんか動きが良くない？釣り。これどんなんだろう。赤いのは何なの？人なの？え、なんか穏やかじゃない音が聞こえるんですけど。これ隠れてくんないの？待って待って待って、全然隠れてくんないんだけど。なんという肉弾戦。え、なんか獣の声しない？なんか来たらこれ。おい、はしごだ。おお、早く急げ。てか、いつから三角じゃなくて丸になったの？
これなんだろう、ショットガン。はしごってこれのこと？サリー大丈夫かな？こっちなんかあったりする？あっ、あ、こっちか。なんか3すごいね、動きが全然違う。もう全然当たんないんだけど。暗いね。あ、終わったか。カッター、ここはどこなんだ。どこだろう。ロサントウッド駅だ。急げ。言われたところでわからないっていう。お前の命はもらった。なんですの。ちょっと待って。近すぎ。あ、ショットガン。でね、あれ今右にいなかった？何してんのこの人たち、お見合い。3個しかないもん。こっち取ろう。はい、ステルス。出てこないですね。こう当たるかな。なんか3本当になんか精度が上がってんね。クロイ聞こえる？ノースアートウッド駅から通りに出る。説明してる暇はない。追われてる。おー、スコート。すごいこれ。全然照準ぶれない。いや、やりにくいってこと。正確にしなきゃいけない。今までごまかしやってたのが正確にやんなきゃ当たんなくなったみたいな。ちょっとごめんね、サリー、場所取って。銃らしきものがここにある。よし、こっちだ。急げ、急ごう。なんか光ってるけど取れない。なんでこっちだ。俺じゃ走る人だ。あ、またフォートボールやっちゃった。鍵を打つのはお前から。なるほど、ピンポイント。そう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 。ピン、なになに。おい、あ、さすが。俺にもやってくれ、あいつを捕まえてやるって言いやがった。え、服着替えないの？うん、仕事によくやった。サリー頑張ってる。お前も一緒にこっちで飲もうぜ。
地図が証拠だ。ドレイクは東インドで6ヶ月フラフラしてない。すぐにアラビアへ向かった。なるほど。ここからが面白い。これを見ろ。ジョン・ディーのサインだ。ジョン・ディーって？ジョン・ディーはエリザベス女王の側近でアドバイザーだ。みんなが知ってる。ああ、そうだ。偉大な数学者で航海士だった。時代の先を言ってた。暗号装置は彼の発明家。オカルトにハマっててマジで気持ち悪い。怪しい奴だったらしい。彼は女王への手紙には常にこのサインをしてた。女王の目として。007の走りだ。見ろ、007。待っててくれないか。つまり、ジョン・ディーがドレイクたちをアラビアへ送った。ああ、多分な。ディーと女王。あと、ウォルシンガンが。で、目的は？ま、そう。やっぱりそこが気になるだろ。ここでロレンスの登場だ。彼はアラビアのロレンスになる前は、いい映画だ。考古学者だった。まだ子供の頃から歴史が大好きで、騎士や十字軍の話に入れ込んでた。旅をしては十字軍に関係のある場所を記録した。全部ここにある。待て、何が何だか訳がわからん。それがドレイクと何の関係が？今説明する。戦争の後ロレンスは今度アラビアに戻るとしたら砂漠のアトランティスを探すためだけだと言った。伝説の都市は出てくるたびに名前がコロコロ変わる。ウバール、イラーム・オブ・ザ・ピラーズ、神中の都。でも内容はいつも同じだ。都市には富があふれ、傲慢さゆえ神に滅ぼされた。ルブアルハレ砂漠に飲み込まれ永遠に眠ることとなった。それがここだ。まあ富があふれって部分は魅力的だな。ジョーとディーはそのためにドレイクを送ったのか。その通り。そして今ではマーローも追ってる。でも待って、ドレイクが女王の命令で都市を探しに行ったならなぜ隠したりするわけ？見つけたものを隠すために苦労したみたいじゃない。女王陛下にまで隠した。わからない。おっと、ごめん、今なんて言った？ねえ、ちょっと待ってよ。思い出してほしいんだけど、失われた都市を求めて前回地球の裏側に行った時はかなり危険だったわ。ああ、でも今回はかなり有利だ。おい見ろ、ドレイクの手がかりは全体の半分、ロレンスの手がかりも半分。俺たちは全部持ってる。マーローはゼロだ。ちょこっと言うと、ルブアルハリ砂漠は端から端まで1000キロもある。遊牧民と出くわすかもしれない。都市の場所が分かっても分かってないわけだが、探してる間に死んじゃう。ちょっと待て、この印を見てくれ。ん？芝生みたいだな。芝生の文字だ。そうだ、十字軍もこの古代都市を探してた。今から1000年前に。でもロレンスが記録した場所の中でこの印がついているのは2箇所だけ。一つはシリア、もう一つはフランスだ。ああ、いや、二人はシリア、俺たちはフランス。手がかりを頼りにロレンスが言う都市の位置を絶対見つける。で、どうする？地獄みたいな1000キロの砂漠をどうやって旅する？ああ、都市は砂漠の真ん中だ。実際には500キロぐらいだろ。あら、わからないよ。なんとかするしかない。とにかく出たとこ勝負ってわけね。その通り。どう思う？なんでも来いだ。やってやるぜ。私とサリーがフランス？マジ耐えられねえ。そうか、慣れちまえばパラダイス。おい、なんだよ。何も言う。違う、クロエ。エレナは出てないね。ここからは歩いていくしかないな。なんだ、笑いが止まらない。サリー、大人が2人フランスのジャングルに迷い込んじまった。とにかく方向はこれで合ってそうだ。シャトーはこっちのはずだ。遠くはない。行こう。やったー、サリーと冒険ができる。お前の言う遠くないはどのくらいか見当がつかない。昔ペルーで迷った時もそうだった。ペルーの話なら俺だって言い分がある。まだあの時のことを根に持ってんのか。あの時はまだ15歳だった。サリーと会ってすぐに無所に入る羽目になるとはね。お前が勝手にそっち方面に突き進んだんだ。俺はお前を無所から出してやった。いつも助けてやってる。笑ってごまかす。すっごい、めっちゃ綺麗。なんだこれ。サリー好きやね、さやかちゃん。サリーめっちゃ好きやね。
なんやろ、なんかね、なんか、お父さんっていうか、なんやろね、お父さんとか兄弟とか、なんかいろんなごちゃごちゃ混ざった感じの、この二人の間柄がすごい、なんかこう、リアルを切り取ったみたいな、このリアル感。ちょっと待ってね、涙が、感動して涙が出た。すごい。サリー見て、めっちゃ綺麗。サリーついてきてる？時計見てる。好き。4はもっとリアル感すごいんだろうな。ねえ、すごいんだろうね。楽しみだね。だってこれ3だよね、一応ハード。好き。そしてどっちに進むのかわからない。ジャングルはでもやっぱ酔いやすいね。早速なんか、お落ちる系。早速なんかちょっと気持ち悪い。こっちも似たようなもん。ん？てか向こうに進むのか。ごめんサリー、ごめんサリー、ごめんサリー、ちょっと方向転換してさ、向こう側に行ってほしいんだ。そっからもう行けない？ちょっとサリー、あ、オッケーオッケーオッケー、そのまま真っすぐ、そのまま真っすぐ。こっち降りるよ。来い、こっちだ。これだ。はい。ロレンスのメモと同じだ。言ったろ。ただこの峡谷は地図にあったか覚えてないけど、ババーンと谷が現れた。よし。じゃあ他の道を探そう。ババーンと谷が現れた。うーわー。すーごい。すごいですね、ドレイクさん。こう不意にさ、木に手を当てるところとかもね、すごいリアルだと思うんですよ。フルート吹いとるよ。おい、あれパンフルートか？これ？パンフルートっていうの？でも確かに押さえてる指の穴が全然少ない。私中学校の時ブラバンだったんだけど、フルートとピッコロだった。これ料理だ、死ぬよね。こっちだ、足元注意しろ。サリー来るの？どうだろうな、ネイト、本当にここで合ってる？自分の城にしちゃ随分新しそうだ。どっちかっていや、ルネサンス風だ。おい、俺の手帳をちっとも読んでないんだろう。ロレンスによると元となる城は11世紀に作られたが、後に手が加えられた。よう知ってるね。あ、ソリー落ちちゃう。ねえソリー、いける？これバツボタン、あそこ、もう落ちそこあるけど、こっからジャンプすんの？ちょっと待ってね、先に死んでみるからね。はぁ、行ってってしまったよ、ハリー。サリー、いける？すごいね、助走なしで飛んだね、サリー。ひぃ走れごめんサリー、なんかずらしちゃった。行くぞ、何を待ってる。あんたのために緩めた。緩めた。問題なんだ。細かいところにもこういう会話があるのはいいね。お、なんだこれ。サリーの最初の車だ。お、これは。そうなんだ。なんと1927年のオーバーンだ。こんなおしゃれなの乗ってたの？
これ降りて大丈夫かな。そう、じゃあこれは骨董品博士。アートだろ。理解可能だ。アートって何これが。いいなこの二人。この城の所有者の騎士ゴッドフリーは12世紀に聖戦から帰還した。ロレンスによれば元の城のまま残っているのは天守閣と庭だけらしい。ゴッドフリーがアラビアから秘密を持ち帰ったならそのどちらかにあるだろう。ドレイクさん、あのですね、なんかね、すごいこう豆知識を言ってくれてるんですけどね、なかなかね、こう頭に入ってこないんですよね。よし、ここが開くか。頑張れ。こっからは入れんな。燃やす？あの崩れたところから入れそうだ。お前ならいける。サリー様はここで一服して見物ってわけね。じゃ、火事にだけはならないように。じゃあサリー様のために中からこじ開けますか。あそこにレンガがあってこう飛んでこう飛んであれに捕まってあれに捕まってあれに捕まってこっからあこれだ。上の窓から入れそうだ。怪我するのはごめんだ。え、なんで今銃持ったの？いいぞ、その調子だネイト。すぐに戻る。よし、待ってる。ミシンだ。懐かしい、ばあちゃん家あったこれ。うわ、旗織り機？ああ、回したら酔うって分かってても見たいから回してしまって、そして酔う。なんかばあちゃん、結構よし、下がれ、鍵を打って壊す。打つのは鍵だけにしてね。鍵と言ったろ。ばあちゃん裁縫結構好きで、若い時にあのミシン買ったんかな。どこ鎖ってこれか。あ、サリーが見える。大丈夫？無事か？オッケー、なんとかして城を抜けて庭へ出よう。そこに天守閣があるはずだ。マジか、すっげえ部屋だ。なんだこの暖炉。ん？そっち？ダメだ、びくともしない。このぶっとい柱が邪魔で。上からも押さないとダメだ。上登れるか？やってみる。上登れるかってこっから？そんなわけないか。上、上、上。おい、手を貸せ、立てよ。ん？サリー、ありがとう、ごめんね、なんか。こっから？ん？どっから？こっから？ここね。よしぞ、これで登れる。ありがとう。全然気づかんでごめんね、サリー。油断するな、気をつけろ。そこら中腐ってる。見たところ、このシャンデリアは滑車に繋がってる。シャンデリアを掃除するのに下げる。ああ、なるほど。おい、向こうに何かの装置がある。アイテムって分かりづらいね。全然アイテム見当たらないや。
向こうへ渡らないと。向こうに渡らないと。ああですよね。向こうに渡らないと。あのシャンデリアでよかったのかな。こっちじゃない。やっぱシャンデリアかな。これか。ひらめいた。ひらめいた。あれ。面白いね。ネイトさんまさかと思いますけど。あそこから向こうまで飛べてるんですか。なんか不意にさ後ろ向きになるの嫌だ。目がチラチラする。後ろ向くんだけど、おお、キラキラしてる。あ、外か。なんか久しぶりだからか知らないけどめっちゃ酔った。よし、行くぞ。いや、いいぞ。開いた。よし、開いたぞ。はい。ここなんだ。なんだ。ポップコーンマシンか。これ？これ時計ついてるけど、よし、塔へ行く道を探そう。急になんか現代チックになった。フライパン落としちゃった。このフライパンに当たり判定はないのね。なんでこんなに蛇口があるんだろう。鍋入れる。反対側に行くっていうことでいいのかな。ちょっとトイレ行っていいですか。突然ですけれども、トイレ行ってきます。
ふう、ただいま。リンゴジュースがうまい。おかえり。なんもない？おいネイト。ん？四角い塔か。だいぶ古そうだ。ええ、ロレンスのメモに書いてあった塔だ、うん、絶対あれだ。ナイス。どうも。もう、なんかある。コインかなんか。宝物あるのかなと思ったからあった。うん、あ、あるんですよ。見つけられてないだけで。なんでソファーが外に出るの？あ、これなんか下になんかある。サリ気をつけてね。ここを通って行けそうだ。よし、行けるぞ。よし。おい、危ない。ああ、サンキュー。おい、ネイト。ん？この印、塔の印と同じじゃないか。ああ。本当だ。意味がある印に違いない。秘密の通路があるとか暖炉にか、そんなのありきたりすぎるよ。単純すぎるか。造形か。おい、この鎧見てみろよ。ん？待てよ、ロレンスの日記に書いてあったやつかも。はい、見ましょう。ああ、これだ、見ろ。4人が斧と盾と剣と棍棒を持ってる。んん、この部屋の像と同じだ。正しい方向を向くように像を回すんじゃないのか。ああ、だが一体正解は。考えてください。剣の人は斧の人の方を見ている。で、斧の人は盾の人を見ている。で、盾の人は斧の人を見ている。何か仕掛けがあるんだろう。ルールがこれ、これ秘密の通路だ。ダーノでした。これ恐れ入りました。 OK、 オスから引いてくれ。3で行くぞ。待て、1、2で引く？ 1、2、3で引く？とにかく引いて。ネイト、おい、大丈夫か？
ああ、生きてる。うわあ、蜘蛛の巣いっぱい。そこへはどうやっても戻れないぞ。こっちへ行ってみる。とりあえず向こう側で落ちよう。よし、行こう。油断するな、気をつけろ。わかった。さすがさやかちゃん。出口があるといいな。さすが私。まさかと思うけどさ、これから先って誰がどういう風に来るっていう、なんか聞こえる？ねえ、なんでこんなに雲いんの？あ、ここ通る？多分通れるはず。え、絶対嫌、絶対嫌。なんだ？潜る、これ。グモ、わらわら。あ、うん、あ、ごめん、間違えた。ごめん。ふぅ。今くもさ、トイレにいるんですよ。まあ、ちっちゃいんですけど、5センチぐらいなんですけど、もうそれでももうなんかもう、くもはくもですからね。あ、明かりだ。いい兆候だ。いい兆候だ。今なんか、今なんか左下バグった。普通に登っていいかな。よし、出口だ。あそこを登っていけるはず。トイレの扉を出してあげよう。楽勝だ。私はそういうの無理だからお母さんに任せる。はぁ、え？あ、くそ。え？誰？どこかにいるはずだ。奴らを見つけ出せ。なんで？二人に忠告しないと。どうする、ステルス行く？あ、間違えた。間違えました、ごめんなさい、ニートさん。どっち行ったら人からバレないかな。これ倒した方がいいのかな。誰だ。バレた。やれ。何、何、何、ショットガン？いっぱいいるね。なんで当たらんし。やべやべ。
お腹すいた。これ何？どこ？おいにょ。いいなぁ、なんだそれ。塩バター。ちょっと今回のショットガンポジションはあのキャップかぶってる人なのね。プレゼントありがとうよ。何欲しい？ああそういうこと。あ、なに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 、あ、手榴弾。L に押さえながら L1 を押してグレネードを投げる。あ、間違えた。今のは驚いた。こっちだ。なんか結構、あ、サリー。あれはソリーじゃなさそう。当たってない。なんでこの人不死身なのどういうこと。なんだ、尾行されたんだ。それしか考えられない。なんか今までちょっと当たってたっていうところが当たらなくなってる。ん？誰かいる？いた。明暗。あ、ソリーだ。そろそろ弾がないんですよ。どこだ？ショットガンっぽい音ではあるけど。サリーか。何見える？なんか
でも多分そっちからじゃね当たらない気がするんですよね。降りまーす。弾補給。あ、それじゃない。なになに。塔はあそこだ。中へ行こう。よし。ちょっと待ってね、サリー。弾をね、補給するから。62。よし、オッケー、行こう、サリー。こっちだ。サリー、ドアを開けるの手伝え。サリー急いで来る、サリー。よし、ガンバーどっち？うん、わからない。下に行こう。分かった。おい、え？これを見ろ。どういうことだ？なんで緑色なの？こいつタルボットの手下だ。かつてはな。ありえない。奴らここに着いたばかりだぞ。そうだけど、彼に何が起きた？何が何だか、とにかく嫌な感じだ。嫌な感じだね。お、なんか踏んじゃった。おい、不意に乗ると誰かが沈むぞ。ほんとだ。うっかり誰かに乗るとまずいからじっとしてよ。はい。ナイスアイディア。なんかある？まあまあ、読むって終わるまで。ロレンスは何か残してないのか。見てみるよ。はい、もう見ましょう。はい、これ通りにするの？NNN。両端 NN。で、次 X の、タイルを順序よく踏んで歩けばいいのかも。こっから始まって、つまり、待てよ。正しい順番で一筆書きのように進めば何かが起きるはずだ。二個の三個。万歳です。はあ、ここ真っ暗だな。明かりをくれ。よし。おお、なんだ
ここは。まるで研究室みたいだ。ああ、多分400年以上前の研究所だ。さすがさやかちゃん、やったね。さすがやろ。おい、もっと照らしてくれ。よし、来た。なんだろう、いいね、よし来たっていう。うん、錬金術師の部屋みたいだ。ちょっと待てよ、ここを見て何か思い出さないか。ああ、言われてみればマウロの隠れ家を思い出す。なるほど。これはジョン・ディーの研究室だ。フランスにあるか、彼の部屋が。多分手がかりから十字軍に行き着いたんだ、ロレンスのように。おい、これ見ろ。はあ、また芝子の原稿か。でもこの記号は何か解読しようとしてたみたいだ。絵の具語の原稿にメッセージらしきものが。どうだ、解読できそう。やってみる。祭壇は入り口を守り地獄へと導く、はあ、つまり霊を呼び出すのに呪文を使ったのか。ええ、祭壇が秘密の通路を隠していることもあり得るぞ。よし、わかった。押すんだ。おい、これぶっ飛ばけた。なかなか賢いクソ親父だ。それどうも。違うから、ジョン・ディーだ。サリーもなかなかだ。親父だしな。せやな。あー、雲系やめてね、ほんとに。ああ、いいものがあった。何何？サリー、火をつけてくれ。ああ、そうだな、ずっといい。いずれお前もマッチを持ち歩くようになるさ。何を言うんだよ。タバコ吸わないのかな、ネイトは。とか油染み込んでんの、その松明。うわ、本気で中に入れたくないみたいだな。出したくないのかも。お前も手を貸せ。いや、任せろ。行くぞ。一族の墓かもな。例のゴッドフリーちゃんもここにいるかもな。古代都市の秘密を知ってても墓まで持ってったかもな。よし、奴の墓を探すか。そうしよう。さてと、彼はパズルを解き始めたけど解けなかったようだ。はあ、そんなものを私が解けと申すか。はあ、さっぱりわからん。てか、どこで何なの？あ、これか。何が出るの？わし。あ、何これ。なんだ、中世のクイズ番組か。かなり成功だ。どうだ、ここにゴッドフリーの墓はないな。ないな、彼の墓は隠されてる。もう少し探そう。ああ、へえ、なるほど。待ってね。ちょっとメモ。
覚えられなかった。あれ待って、馬ん、この馬じゃないや、わしがここでこの馬かな、この馬がで、あと2個。え、これ今書いたの？すごいね。すごい、今、すごいね。どんな速度で書いてるの？しかもなんかこう、何？直線うまくない？定規使ったんですかレベルですよ、これ。すごーい。でですよ、あと2個余ってるんですよね。どこ、なんかヒントが、ほんと、わら、ね、あ、 N、 ライオン N、ちょっと待ってね。鷹とかは？鷹の書き方が、N。一人って考えると、え、全然わかんない。でもここは十字なのに、これは、これ普通の馬か。ご飯食べなくて大丈夫？また頭痛がするかもよ。それは大丈夫かな？お腹空いてるだけって感じ。だからここれが N の、ここが N でしょ？ N の左にあるからさ、左に置けばいいのかなって思ったんだけど、ちょっと置いてみるか。
対違うわ。絶対違うよね。もうでもこれで終わってない。これはそもそもこれから進めん、私は間違っているのか。わしでしょ、わしが一番わかりやすいんだよ多分。わしが、わしここでしょ。でわし飛んでる馬の方が左上の2個先だから、あそこに置いてあるでしょ。これは多分合ってると思うんだよ。これが示す位置が分からないな。これをするために、参考のために1個だけこうちゃんと分かるようにこれが残してあると思うんだけど、わしがなんか見る角度によって違うんだ。あ、なるほど。わかった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 。わかったよ。N のここが N で、反対側 OK。 これライオンだっけ。C の火の間、どや。よし、いいぞ、ナイト。やったん、ワクワクしちゃう。大丈夫か。助けてけ。ほんと怖いね。ゴッドフリーちゃんだね。オンリーワンだな。オンリーワン。おお。これだ。おい、持っててくれ。よし。見ろ。これは魔除けだろ。何か書いてある。よく分かったね。墓の上でそういうことすっかな。まあな。まあプレイしてるからこそね。芝の言葉で書いてある。なあ、やっぱり古きイエメンの言葉か。ええ、16世紀にドレイク教がついたはずの場所だ。町の名前かも。ああ、3000年前のな。続きが読めないことにはどこを探せばいいかわからないが。まあ残り半分がシリアにあると願おう。ええ、カッターとクロエが見つけるといい。さんのお出ましですかね。いや、それはやめといた方がいい。くそ。ご苦労だった諸君。ハリス、ドレイク氏が持っているものを受け取りなさい。
ああハリス、取りに来い。命を懸けるほどのものじゃないだろう。お友達はそう思ってる。渡せネイト。指輪はいいの？何の音だ？マジかよ。なんだこれ？火の近くに。おいおい、取ってこい。どかしてくれ。どかしてくれ。そろそろ火が消えそうじゃないか。こう思い祈ってる。あのクソ野郎。急げ。もっとここから出なきゃまずいぜ。俺から離れるな。俺から離れるなんて何？貴様、松明が消える。どうする？逃げ道を探そう。待て、あそこだ。サリー、さあ早く。手を貸せ。こっちに来い。サリー、多分な。よし、あそこは立ち入り禁止だ。賛成、まさにグッドアイデアだ。かゆい。いや、そっちはやめよう。どっちに行くにしても、もうクソグモどもはごめんだぜ。え、こっち？よし、ここから出る方法を見つけよう。さやかちゃんのいい悲鳴が聞けた。わらわら。確かにめったに叫ばないからね。ダメだ。よし、向こう行けるかな。どっと疲れた。気をつけろ。はい。つらい、さりつらい。なになになに、落ちそうだぞ。分かってる分かってる。はぁ、あ、なんでだろう。ああ、どうします、いい感じですか？計画通りでした。さあ、どうやって下に降りる。おい、待て待て。落ちていいか。最後の一滴までだ。やつら燃やす気だ。建物ごと燃やし尽くせ。ああ、やばい。サリー、すぐにここから出るんだ。
銃の摩擦かなんかで燃えちゃわない？銃は出せないの？こっちなら出せる？出せない？無理？構えない、構えないね。おう、あー、クソ、嘘だ。デネートだな。いけねえと援護する。はい、頼むぞサリー。あ、間違えた。丸ボタン押しちゃった。くそ、こっち行った瞬間にも燃やすのか。今すぐここから出ないとだな。行けないと援護する。頼むぞサリー。よし、任しとけ、行け。サリーどうするの？なんだよ。お、なんか取った。あ、そういうことか。手榴弾のピック取ってんだ。こっち何？待ってろサリー。あ、これね。はい。うん。お、急げ。待ってろ、今行く。うん。焦り来ちゃってんのか、行くぞ。あー、おめえのやつだ。俺が援護する。サリー、サリー、あ、あ、いたいたいた。どうする？はい、急げ。どうしよう、サリー。おい、ダメだ。どうする？閉じ込められた。どっかから抜けられるはずだ。え、うう、あ、これよし。こっちだ。こっち、こっち、サリー、行こう。早くこっから出ないと。丸焼きやいやん。サリーの丸焼き。大丈夫？向こうで落ち合おう。はい。よし、俺も行く。足元気をつけろ。あ、燃えちゃってる。大丈夫？あ、これね。はいはいはい。もう火事は燃えるの前だけど、煙が一番危ないって言うからね。肉弾戦やってんの。な、な、なに、これラスボス級なの？バッチッと。どうする？な、な、どっから撃ってきてんの？うわ、ちょっと撃ってくんなし。向こうに落ちる？あー。
これは必須なの、この人は。よし。あ、これじゃないっす。ジャンプ？焼けろくれ、子供が。おい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 。あ、うそ。変にしやがれ。サリーは焼かせない。ドアがあるぞ。どこ？これ？これ？これじゃなくて？どこどこどこ？あ！ダメだった。あ！あ！やめ！うわ！あ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 ！マジか！マジか！大丈夫か？大丈夫。どんな時でもバトボタン忘れない。はぁ、あ、くそ、サリー、溜まった、助けてくれ。やったな、伏せろ。ありがとう、ありがとう、サリー。はい。おぉ、サリーじゃなくて後ろが。はい、なんです、見えません。え、で、だって足が踏まれないんだもん。サリー大丈夫？サリー、サリー待ってろ。今行く。よし、大丈夫だ。行け行け。あ、なんだこの友情、素敵。あ、サリー大丈夫？ちょ、大丈夫？あ、ダメだって。ちょっと、あの、急げないと。はい、どっちどっち、降りていい？サリー来てる。お風呂が落ちてきた。こっちだ。もう焼け落ちるぞ。あ、こっちね、敵がいる方。こんな時シュウが撃ってくるなよ。どこ？これ？違った。そこって何？そこ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 じゃない。あ、火が映っちゃった。すごい。ほんとね。あ、火が、火が。え、どこ？サリー、サリーどこ行った？あ、いた。ついてきてんのか。ちょっと正解ルートにいてほしい、サリー。サリー、どっ
どこ？でもこっから来たんだよね。こう来て、ここに敵がいて、ここか。ああ、違うっぽい。ここジャンプ行ったらいいんじゃない？でも待てよ、もう死んだら、またあの敵からだから。あ、ここか。あ、はしごがある。いけるサリー。こいサリー、邪魔れ。サリー、なんかネイトがすごいサリー大事にしててすごい泣ける。ほんとなんてことだ。サリーそこと、おおマジ。ハオ、折れそう。やばかったな。大丈夫か。ああなんとか。まいった。ほら、ちょっと待ってくれ。俺はお前より25年も人生経験豊富なんだ。何言ってんだ、まだまだ現役だろ。やつら逃げたことまだ気づいてないさ。そうだった。25歳差か。少し聞かせてくれ。なんでこんなことになったんだ。おい待て待て待て、また俺は若くないとかなんとか言うなら後にしてくれ。ネイト、奴ら本気で来てるんだ。ああだから奴らに降参するっていうのか。俺はそんな話なんてしちゃいない。じゃあもうおっさんみたいな態度はよしてくれ、頼むよ。ネイト、お前とはもう20年になる。俺はお前を見捨てたりはしない、絶対にだ。ただ俺たちは人生の無駄遣いをしていないか。お前はどこか気負ってしまっていて無鉄砲になってる。お前ならわかるだろう。殺されても知らんぞ。畜生。まあ死ぬ時は俺も一緒か。ああやばい。なんだ。カッターとクロエ、俺らがつけられたら。クソ、二人も危ないな。警告しよう。ああ今すぐシリアに行こう。車の場所は覚えてるよな。俺にはもうチンプンカンプンだ。今のは喧嘩だったのかな。シリアってすぐに行けるのかな。オランダから、あフランスか。まだどっちにも繋がらない。やばいことになってるかもしれない。観光客が来るんじゃない。ツアーのバスが来るまでまだ 2,3 時間はある。それじゃ急ごう。チェーンが切られてる。 OK、 つまり誰かが先に来てるってことだ。だが俺たちが死んだと思われてる限りは敵の不意だってつける。これチャンスだ。だな。じゃあこっそり入って監禁されてるクロエたちを見つけよう。もし生きてればな。ネガティブなこと言うな。いいか、奴らは人質を取るタイプには見えないだろ。今はとにかくベストな展開になることを信じよう。カッターとクロエを助けて4人でこっそり城から逃げ出す。ええ、わからない。こっそりな。ありえるって。うん。なんやかんや仲のいい2人ですね。久々に報酬見てみるか。うーん、早送り、なんだこれ。
よくわからんけど、でもちょっとなんかお腹空いちゃったから。じゃれ合ってるだけみたいな。ね、じゃれ合ってる。ノーマル 35% 進行だって。お腹空いちゃったんで、ご飯を食べようと思います。なので、4時再開で行こうと思います。一旦配信切りますね。お疲れ様でした。